ワンコヨンジちゃんだから。あ、もう一回コマンド入れ直さなきゃいけないんだ。ワンコヨンジちゃん、ちょっとシールド4にさせて、シールド4に、シールド4に。よかった、まだやってた。3年 B 組ドンパチ先生されちゃい、今からちょっとワンコインでね、1、2、3、4、1、2、3、1、2、1、シールド4。はい、じゃワンコインゴチチャンススタート。6コインクリアでしたんでね、ワンコインを目指して。よし、倒されるとパイロットの名前が変わるシリーズでお願いします。倒されるとパイロットうさぎ、なんかこれうさぎちゃんって自立型の生き物じゃないの。わあ、こいつ、まあ、シールド3だったらノーダメージだ。よし、よっしゃ、リボン。うさぎです。うさぎ1号です。私が死んでも代わりはいるもの。私失敗しないので。ナイス。いろんなものがごちゃ混ぜに、まあリボンばっかり。リボンこんなに、あ、忘れてた。名称にはね、ウサギとしか書いてないですね。 OK、 パワーアップミサイル強い。ワコバ兄さん、はい、いらっしゃい。マゼさん、いらっしゃい。あー、しまった。うわー、リボンが取れた。あー、さっきもやられたの同じとこ。出てから撃って撃つまでが早いからね。しっかりちょっともう覚えておかないと、完全にね、こういうのは。ほら、酒いらない。よし、敵の大きさや空間の幅からすると敵弾はかなり早めに感じますね。早いですね。ちなみに枝に出てくるお歌はトニックエンジスシリーズのパイロットの一人、エジグアホワイト。ねえ、あいつなの、あいつなのって言ってた、あいつって。君が助けてくれたんだね、ありがとう。でもまだ王様と姫が捕まってるの。王様がいないんだよね。はい、同一人物です。アステライドベース、国王を救出せよ。王妃さんはもうお亡くなりになってるかな。よし、あぶね、もう早いって。あー、タヌキが生まれ、あ、ゲームオッケー。イエスイエスイエス。オーイエス。オーケー。オーケー。おう、あ、じゃあ、うそ。
あーしまった、リボンリボン、人参、よいしょでも早い早いって、手抜きチャウド、もう一個だ、オッケー、手抜きチャウド出てる、やったけどもう忘れてるわ。なんかソニックイングスもなんか最後なんかふざけてたりしますよね。最後猿だったりとかね、なんか変になってますよね。ギャグ要素が。はい、笑う。うん、逃げた。あっ、オッケー、あーリボン取れちゃった、てん、よくぞ助けてくれた、礼を言うぞ、おー、しかし姫がまだ捕まっておる、セシリー、妖魔の国、早くリボンが、あー、だリボンが出てきてくれたらいいんだけど、ミサイルはいいけど、あいだ、うわ、あいごめん、ああ、うわ、取れない、やだ、無敵キー。タヌキ無敵、やだ、また無敵、オッケー、あ、もう無敵、無敵から無敵にならないんだ、無敵 TV、 無敵 TV、 無敵テレビ、無敵テレビ解説の脇森さん、危ない、肩を組んで、プシャー、オッケー、これはそういうワンナップとかのないんだね、これね、そうで妖魔の接ゲーム、ああ、後ろからかよ、お、オッケー、無敵 TV、 イエス、無敵 TV、リボンが出れば完璧だったのに、あー、しまった、あいたいたいた、もうあっという間に連続できる、無敵 TV、 あ、取れない、無敵 TV、 無敵 TV、無敵 TV、 無敵 TV、 人参が何もない、無敵 TV、 あぶね、無敵 TV、
無敵 TV。 あーもうちょいだったら連発で撃っとけばよかった。肩組んで、いやーもったいない、今倒せてたのに。叫び笑い、もったいない、もったいなかった今。テレビか。ノーナンバーワン、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 ナンバーワン。よっしゃ、ありがとうございます。さあちょっともうミサイルがない。ステージ5、4番9点。ありがとうございます。あら、残り時間15分でクリアできるかな。どうかな。パーパイでも出ないからね、ここね。ワコスです。はい、いらっしゃい。無敵 TV。 バースバイにして、ビッグドッグみたい、笑い。ビッグドッグ、牛です。牛さん、あれ動いちゃう、動いちゃう、逃げた。よく見たら牛だ、わら。逃げた、逃げた。戦闘大きい、わら。戦闘大きい、あ、しかつ、よしよし、あ、しまった。もったいない、やられることはなかった今。あー、わら。オッケー、まだいるっけ。ありがとうございます。手抜きチャウトだっけ。あ、手抜きチャウトだ。手抜きチャウトは突っ込んでくるのだって気をつけて。来た、うん、オッケー、オッケー。難易度ですよね。そうです。ここまでしかしワンコイン、ワンコインちゃんの面目躍如。しかしミサイルがない。ありがとうございます。あ、出た出た。当てられないね、当てに行こうとするとダメージ受けちゃう。うわあ、2コインクリアか。おいちゃん2コインだね。おいちゃんここワンコイン難しいかもしれないね。2コイン目、チャリーン。でもハイスコア更新。これも明らかで発売されてますね。そうみたいですね。プレセツ版やりましたけど、プレセツ版なんか 面が多かったような気がするんだよね。DJ 自慢ちょっとカットがあるのかもしれない。あちゃあちゃあちゃ、 OK。 開けば1でしたらその脇も出ませんでした。だらまあこっちはスペシャルなんてゲームが全然違う。スペシャルね。今日クリアできなかったらまた有機中。いやもうみんなクリアしてるからね。6ポイント。
よし。でも今は2コインですよ、2コイン。2コインでいける。インド人、インド人。オッケー、インド人。このインド人みたいなのソニックウィンクスさんの中ボスで出てました。ソニックさんのインド人の右に。オッケー、パンチ。お、2本やった、やったぜ。敵は可愛いけど敵たちが見た目からして殺意高いわ、うん、やる。これはラッキー。そうですね、あ、それ以外はね。オッケー、このミサイルから楽勝だ。オッケー、2コインクリア。おいちゃん、2コインおいちゃんになりました。ありがとうございます。2コインおいちゃん、ありがとうございます。ワンコインはちょっと無理かもしれない。ありがとう、おさぎさん、うち嬉しいわ。枠内で収まった。100円にくれのお店に移動してた。スタッフありがとうございます。プログラマーヨウジケヒロシ W、 プログラマーキンちゃん、ケムラタ、デバッグひなさん、アキ様、デバッグトール・エル・マサル、デザイナー・シンスケ・ナカムーラ、ミュージック&セー・ナオキ・イタムーラ、ディレクター・シンスケ・ナカムーラ、プレゼンテッドバイ・ビデオシステム・コーレッド。あー、どうかな、ワンコインはちょっと無理かな。ミサイルがやっぱり厳しい、 なくなっちゃうから、ミサイルを補給、いかに補給できるかですかね。補給できるかというか、いかに節約できるかですけど。はい、というわけで、まあ、2週目はいいや。おめでとう。ありがとうです。ラビオレプススペシャルでした。シールド3じゃあとクリアできないね。シールド 4でギリかな。まあシールド3でクリアできないようなこともないかな。今でも見てるとシールド読んでちょうどいいかな。アイテムが画面中央にきちんと配置されればもうちょい楽になりそうだが、アイテムがね、確かにあのちゃんと取れれば結構楽じゃないですかね。あのミサイルの数も増えるし、ミサイルの数も増えるし楽じゃないですかね。無敵も結構出てくる回数多いしね。まあ無敵とかランダムですからね。無敵がいっぱい出てくれば結構また楽になるし。変な配置ですよね。変な配置ですぐね、画面外に消えちゃう。ちょっとあれがちょっとストレス溜まっちゃうんだよね。もうちょっと、なんだろう、跳ね返ってね、来るとか、もうちょっと取りやすいシステムにしてくれたらよかったのにね。あ、さっきのインド人がね、ファイヤーマスターですね、説明書を見るとね。で、ドラゴンが黒竜。で、手抜きチャウド、ね、カメチャージャー、バトルガウン、メタルソルジャー、で牛が鉄牛ですね、鉄牛。はい。ラスボスとかのキャラクターは書いてありません。そして、さっきね、誰かおっしゃってた、ウサギのぬいぐるみのね、申し込み用紙。先着何名ですか？あ、応募者全員です。応募者全員にプレゼントされたんですね。送料360円だけで。はい。全員サービスでよかったですね。これ今プレミアついてんじゃないですかね。このぬいぐるみね、うさちゃんの。すごい。ウサギのぬいぐるみ。応募者全員 大サービス。締め切りは平成3年の1月ですね。太っ腹ですね。しかもね。そういうこともあるでしょうね。あとパンチもね、ま、ちゃんと当たったらいいけど、腕の根元とかだったらね、空当たりになっちゃって、破壊できないんですよね。ちゃんと先端でパンチが当たれば破壊できるけど。はい。
なんか説明書にはあのカプセルはどついて割った方がいいって書いてあるから、ね、どついて割った方がちょっといいアイテムになるのかね、よくわかんないけど、そんな変わらなかったような気もするけど、どうだろうね。ミサイルだったら酒の方が多いのかな、普通に倒せばね。うん、ね、パロディキャラありね、全体的にパロディなんですけどもね、敵キャラがシリアスだね。でも何気にこの時期結構儲けてた気がします。わら、平成3年か、ちょっと遅かった。ファイナルロマンスとかね、ありましたね。あれ大ヒットしましたよね。え、ウィンクが脱ぐのみたいなねありました。まずスーパーバレーボールとかね、もう定番でどこの結構ね、いろんなゲーセンに置いてあるね、定番ソフトがねあったし、ソニックウィングスも結構ね、どこのゲーセンにもありましたからね。まあこの頃から若干そういう片鱗見えますよね。球が速いですよね。バレーボールはどこにでもありましたね。出た瞬間にピーってね、まあまだああいう最強弾じゃないですけど、こっちはレーザーですけど、レーザーはとにかく出た瞬間にシャーって打ってくるから覚えてないとまず避けれないんですよね、あのレーザーね。ソニックウィングスとかね、ストライカーズとかね、最強のシリーズとかもね、早いですよね、球がね、ピシャッピシャッって入ってくる、あの最強弾その若干片鱗が。はい、というわけで、今日はラビオレプズスペシャルでした。ご視聴ありがとうございました。来週はまたね、リクエストがあったのをまたやりたいと思います。はい、掲示板までどしどし。F1 も出してたからかなり強気だったと思う。あ、F1 も長期してね、結構シリーズ出てましたね。おつ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 でした。おつおつ。おつかりちゃんでした。おつ。おつでした。おつでした。はい。おつおつでした。ありがとうございました。クリアおめでとうございました。ぴょーん。おつでした。はい、おつでした。おつでした。おつつ。おつでした。おつでした。おつです。はい、おつです。おつでした。リクエストにお答えいただきありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。面白かった。おつでした。おつでした。